方位競馬11レースゆりかもめオープン1600です。本レースは10番プリンスリターンが過去1年間未出走です。この1等は予想対象外です。能力偏差値ですが、s ランク1等 c ランク3等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数、グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。 それでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています5枠8番フォービスムです 能力偏差値はトップで、偏差値ランクは S ランクとなります。金5層では、前層、2層前、3層前、4層前に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を20、4層前は、黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、頭一つ抜けた存在で、連帯確率は相当高いです。距離適性を見ていきます。 距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前はオレンジ色の着順が4着で、紫の丸が1600。4層前はオレンジ色の着順が7着で、紫の丸が1600。1600は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、 レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが5頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は鼻を切っての競馬です。 4走前は6番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は74でトップです。上がり指数は48で3位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると指数を上げています。明日も ババがしぶれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠12番、エスポワールガイです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 一層前は紫の丸が1600昨年の6月は紫の丸が1600 1600は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は6番手からの競馬です昨年の6月は3番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は50で8位です 上がり指数は36で7位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠14番、カラフルキューブです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、四層前に黄色線を上回っています。 能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を上げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の7月は紫の丸が1700 1700が適距離ですが4層前の紫の丸 今回と同距離の1600では、まずまずの指数をマークしています。1600も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の7月は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は42で11位です。上がり指数は52で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。 展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。蓋枠2番ボイラーハウスです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では3層前。走前4。走前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと4走前は紫の丸が12001200が適距離ですが過去1年1200以上の出走履歴がありません1600への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと4走前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は46で10位です上がり指数は54でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです展開面はプラス評価していいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地大いでの出走です地方での指数は中央より指数を下げています上適性はマイナス評価した方がいいです 過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定二0丸を打った八番の対戦成績は十四番に対し一勝零敗と勝ち越しています八番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った十二番の対戦成績は十四番に対し零勝一敗と負け越しています十二番の対戦成績にはリスクがあります暫定黒三角を打った十四番の対戦成績は十二番に対し 一勝0敗と勝ち越しています14番の対戦成績は高評価できます暫定白三角を打った2番の対戦成績は有力馬との対戦成績は他場と遜色ありません以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20を打ったのは8番フォービスムです能力偏差値はトップの S ランクです距離と展開と対戦成績を高評価しました 対抗丸を打ったのは14番カラフルキューブです。能力偏差値は3位の C ランクです。枠順にリスクはありますが、展開と対戦成績と調子を高評価しました。黒三角を打ったのは12番エスポワールガイです。能力偏差値は2位の C ランクです。枠順と対戦成績にリスクはありますが、距離を高評価しました。 白三角を打ったのは2番ボイラーハウスです能力偏差値は4位の C ランクです距離と上適性にリスクはありますが展開を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適性予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります是非 指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。